はい、こんにちは、柴崎です。お元気ですか？はい、ちょっとカメラが風で揺れていているかな。今日はね、見てください、満開のバラです。バラをね、描き方をもう一度見せてくださいというね、ご質問が非常に多かったので、今日はこのバラをテーマに描いてみようと思います。ね、綺麗ですね。では早速ね、アトリエに持って行って描いてみたいと思います。はい、それではね、早速やってみましょう。今お庭から摘んできたバラですね。まあ、いろいろな色があるけども、今日はね、わかりやすくこの赤いバラを描いてみたいと思います。では形見てみましょうね。はい、こんな風にね、花弁が周りを取り囲んでます。こんな風に反ったりね、よく見ると面白いですね。尖ったりもしていますね。こんな感じです。ほらね、ここもですね、光は左から来てるから右側が日陰です。はいね、これはつぼみですよ。こんな感じです。こう、葉っぱは結構色暗いですよね。うん、こう、まず特徴だけね、こう頭に入れておくと描きやすいんですね。さあ、それでは描きますね。まずね、いきなり描かないでね、いつもの儀式ですね。元気のもとを画面に注入します。どうしてもね、花を描くとなると何か綺麗にとかね、本物そっくりとか、そういうことになっちゃうので、そうではなくて、もう絵としてね、楽しく描こうという元気のもとを今注入しましたよ。さて、平筆では描いてみますね。イエローにオペラピンクを加えて赤を作っていきます。さあ、こことここに描きますね。ではいきなり描きます。もう皆さんたちもいきなりやりましょうね。さあ、もうこう塗りながら、先ほどのね、バラはどんな形だろうってね、ちょっと思い浮かべて。でもこれはね、繰り返すようだけども、本物そっくりに描こうということはないんですよ。バラっぽく見えるかなっていうところです。だから繰り返し繰り返し、こうね、画面の上でこう塗りながらね、イメージを膨らませましょう。さあ、こっちもね、ちょっと小さめに横向きのバラを描こうと思います。こんなの尖ったとこありましたね。こうかな、どうだろう。さあ、ここにつぼみを描きますね。じゃあ、はい、では、そうですね、日陰の方ね、はい、クリムソンできて、こう塗っていきます。こちらですね。このくらいかしら。はい。では、ここでちょっとね、一回しっかり乾かしてみましょう。そして、こう花びらね、こうほら、こう反り返ったとこ明るいでしょ？これを作ってみたいと思います。では最初と同じオペラピンクとイエローディープを加えて、反り返った明るいところをね、残して表現するってやつもいいです。同じ色をもう一回重ねたから、とっても色が鮮やかになりましたね。内側が少し暗いです。ではクリムソンレキを持ってきて、こんなとこでしたね。こうです。こちらも日陰ですね。さあ、ではその色にウルトラマリンを加えて、もう一度暗くです。もう場所分かりましたので、あくまでもでも、ねえ、筆のタッチを生かす感じ。そして、このように
最も明るい花びらは絵の具を取ってあげます。ね。もうバラはね、たくさんの方が描いていて、いろいろなスタイルで描いていますけども、柴崎は、もうこのようにね、デッサンなしで、もうバラかなという、まあ、バラの雰囲気が出たかなっていうね、そういう楽しみで、皆さんに描いてほしいと思ってるんですね。あまりきっちりこう、鉛筆でデッサンしちゃうとね、なかなか、こう、水彩っぽく楽しく描けない。ね。ですから、こうやって。バラの雰囲気になってきたぞっていう、そういう雰囲気です。では、こんなグリーンの部分ですよ。グリーンの2番と赤を少し加えた、落ち着いたグリーンを作ってきて、葉っぱを一タッチで描きます。今度はこう丸筆を使ってますよね。筆を持ち替えました。さあ、ここに、こんな風にね、ウルトラマリンを重ねたりしてみましょう。葉っぱにウルトラマリンっておしゃれでしょ？こう引っかきのテクニックもいいですね。傷をつけたりして。さて、ではちょっと明るいグリーンを用意して、ここですね。シャッシャッと描きます。それを鼻の中にね、少し足してあげるって。今度は鼻から赤をもらってきて、このように、ね、お互いに関連付けます。ほら、綺麗でしょ？鼻の中にこうグリーン入れてもいいですよね。さあ、ここのとこ。ねえ。さて、どうかな？よいしょとこう書いちゃおうかな。うん。こっちも。ですね。とことこ色を変えながら。シュッとね。とにかく、その雰囲気が出てきたら、よしとしましょうね。さあ、つぼみですね。ここね、こんな風に額みたいなこう緑でこう覆われてるんですね。そしてその下側がこう丸くなってます。こうでした。ねえ、こう書くといろいろ覚えますね。さあ、どうでしょうか。そしてね、また色をどこどこ加えたりして。こう花はしっかり描くんですけど、葉っぱの方はね、少しこう力を抜いてまとめておきましょう。はい、これで出来上がりです。描き上がりましたね。バラですね。やっぱりバラというのはね、絵を描く人の永遠のモチーフかな。うん。だからまあついね、こう描くのに力入ってしまうんだけども、そこをこう書いたらいいですよと、まあ、柴崎なりの2つのポイントをお示ししましたね。その1つ目、まずは花のシルエットをつかみましょうということでしたね。え、まあ、シルエットですから、こう平塗りでね、こう塗りつぶしながら、それを見た時にこれは多分バラじゃないとね、そういうふうに見れるように描くってことですね。うん。だから花びら何枚こうあるかって数えているわけじゃないんですよね。ええ、もうシルエット見た時に多分これバラじゃないっていう特徴が見れるっていうところです。ねえ、まあだから大体でいいと言えば大体でいいんだし、でもね、柴崎はこんなふうに特徴あるねって言ったら、それがちょっとねシルエットの中にこう入ってればいいわけですね。うん。そして2つ目のポイントは、まあ、それを立体的にするんでしたよね。だから当然光がどっちか来るってことが大事ですね。とその反対面が日陰になるんですけども、でも花びらって真ん中辺はこうポンと穴が開いたみたいになってんだよね。うん。そうするとそこ穴が開いてるわけだから、普通は光の反対側が日陰だけど、穴の開いてるとこは
光の方が日陰になるっていうね、そこでした。さあね、あなたもぜひ挑戦してみてください。はい、ということで、柴崎はね、チャンネルメンバーシップをやってますよ。まあ、これはね、いろいろ特典があるんですけども、例えばゴールドのメンバーになられますと、柴崎のね、作品をデータとして、あなたにお送りします。それをプリントアウトして、まあ、データをですね、そのデータをもとにプリントアウトして、まあ、1枚の絵としてね、お部屋に飾ったりして楽しむこともできます。まだまだたくさん楽しい企画がねありますので、会員になるというねところのボタンをちょっとクリックして、どんなものがあるか覗いてみてください。あなたのご参加をね、柴崎も心からお待ちしています。はい、ということで今回はバラでした。最後までご覧くださって本当にありがとう。また次回ね、違う作品であなたとお会いしたいと思います。それではまたね。